こんにちは、国です、えー。本日は、まあ、3月の21日なんですけれども連日ひなフ,フェスを何ていうんですか鑑賞するパーティーをうちでやっている手前今日じゃないともう撮らないだろうなということと、まあ、昨日リクエストもいただいたという理由で室田瑞希に対して振り返る動画なんていうふうな感じにしたいと思っておりますお,お付き合いくださいさあ室ですよね室田瑞希。 明日、まあ、この日付が21日ですから明日で卒業ということになるタイミングなんですけれども、まあ、僕室田は最初見たのは「おねだりエンタメハピプレイ」ですねもう最初に見たって言ったら変ですけど最初に断続的に見るようになったのはってことですねまあ皆さん子供でしたよ、ね、えもうそうそうたる今見たらそうそうたるメンバーということになるんでしょうけど まあまあこの番組のことをたくさん触れてもしょうがないですね。えーとまあ、その辺からなんから物心ついいててるよっっこと言たたで室自身のなんか、まあ、とにかくずっと室自身を持ってたわけじゃないからそ,そこ間違えないような展開にしますけど室自身のなんかこのパフォーマンスとかアイデンティティっていうのが。 こののおねだりエンタメハピプレイ集団の中でそういう言い方しないかもしれないけど一番目立ってたってわけじゃないんですがもう後にですよねうんやっぱりこれは研修生そしてアンジュルムアンジュルム加入スマイレージ加入からのアンジュルム解明ですよねそういうところがやっぱり話のメインになると思いますので、えー、アンジュルムの2015年あたりの活動からというところにスポットを今日は当てたいと思っております。まずね ポジション、最初のポジションが良かったですよ。あの、ースタートを切ったと言っていいと思います。まあ、大器晩成ね。あの曲でサビのあのポロイントをポン、なんつうのか、ポンポンポン見ちゃった。あの、<laughs> あそこもらえるっていうのはもうね、まあ、最初ドーン・リカコも素晴らしいスタートに見えますけども、まあ、歌唱で行くのかなという、実際言ってましたしね。そういう感じが室のスタートだったと思います。 でまあ元気さもあるし、後に器用さそしてダントツのきくばりというところが出てくるのが室だったと思いますけど、作品重ねるごとにもう少女が大人になっていくっていうのはアンジュルムで見れた気がしますね。なんかパワーもあったけど、さっき言ったきくばりの部分っていうのはずいぶん後に気づいたんですけどね。えっ、ー、と一年半ぐらい活動経てかな。あとやっぱりあいあい アイアイの休んだりり結果的に抜けてしまったというところですよねそのタイミングあの本人もあれでやっぱりね3期の結束深まったっていうところもあると思うけども本人もグループとしての見方とか自分の同期への見方なんていうところがすごく優れだしたそんなような気がしております。であとはね「無論を語る上でこれ外せない部分」っていうところがあって。 フィラフェスですからあのダンス動画ですよね本人の母体としている活動とは違うのかもしれないけどでも今の時代っていうのはああいうプチバズプチじゃないんですけど外国とかの、ね、人たち聞いてみるとあ特にジュースの地理公演の時に、うん、徹夜組いる人たちにちょっと僕話聞いてたんですけどその時に まあハロプロ全体のところで、えー、誰がなんて言うと、まあ、一番時期理科子だったんだけどうん,なんかその理由になるきっかけになるのはほぼほぼムロなんですよねやっぱそれは動画がなんつうんすかラテンアメリカ語圏のところで、えー、大ヒットしてました大ヒットです、うん、プチじゃないっすそこ <laughs> これはムロの功績大きいっすよまあ 嗣永桃子動画でも喋ったと思うんですけどそこでも言ってるような露出をすることによってグループの名前を株を上げるというようなシーンってのはあると思いますでそれは狙ったのかどうかはロの場合は分からないんですけどでももうそっちにシフトしていたタイミングだったですから、まあ、考えてやったんでしょうねそういうところがサービス精神が基本にありエンターテイメント自分の母体 まあさっきの「気配り」っていうところですけど隣にいるメンバーたちを輝かせていくというそういう動きがしっかりできてたなっていうことはもう振り返って取れますしその辺りからえししましたねムロ自身、えーまあ、自分のタイミング最近のなんかあれかなはあれハロステかなとかで言っていたけどまあ曲餓死にタンだったっけなんだっか <laughs> 言っといて適当になってるけどどっかの曲のタイミングでまあダンスではなくあ歌ではなくダンスの方にシフトしていくみたいなことを言っていてこういうのってどういうことかって言ったら野球もう野球での好きだけど野球で言ったら途中までなんか野手やってたのに急にピッチャーやるかみたいな <laughs> そこまでじゃないかまあ外野からファーストぐらいでいいのかちょっと <laughs> 間違いそうだからこの辺にしとくけど。 要はポジション変えるわけじゃないですかうんこれって結構まあ大人に言われたんだろうけどねで自分で相談もされ自分で決めたんだろうけど勇気のいる決断だとは思いますねでできちゃうムルのすごいとこはできちゃうんすよでこれはハローのメンバーの中で何人いるかといったらもうどっちも一流っていうのは数えるほどす 彼女どっちも一流派ですよまあこういうバースデーイベントとかのね DVD あと少しのスポットだったら多分 YouTube 検索で見れると思うんですけどまあむろん面白いのもう仕掛けまくってるから <laughs> で人と違うことをやろうとしてるんだけどその違うことをやった違う側の対象に嫌な気持ちにさせないっていうのはもう常ですねうんそこは恐れ入る。 でまあ、せっかくバースイベントなんていうのを触れたからもう親友というふうに見える親友っていうのはすごいですけど言っていいでしょう「上村あかり」ね大きかったと思いますね上村あかりの存在、まあ、これからも大きいでしょうけど特にこの卒業なんていうの,あの情報を「川村ごめんね」<laughs>「卒業の情報が出てっていうところから少し遡って あれと思うところが僕何個かあったからやたらムロと上村が会ってるーシーンを両方がブログ上げてた時あったんですねちょっと会いすぎだろお前らとでも多分そこで真剣に相談してたんでしょうねでそういう真剣な時に乗れるのが上村なんですよこれ見えてるか見えてないか分かんないですけどここぞって時の一言のね上村の「 姫玉ってていうのは冴えてますからねむろそれ分かってたんでしょうねうんで2人とももうないものお互いにないものを埋め合ってるねなんか美しいっすね僕から見ると関係がうんうらやましかねうらやましいとはちょっと男女が違うのもあるし違うと思うんですけどもしかしたらハロメはうらやましいんじゃないですかねこういう、うん、なんかメンバーと出会えていて それでまあ短いい時間でではないでしょう短くもこの深い時間というところをパートナーですよおそらく同じチームに同じグループにいないことによって何でも話せるというようなね、まあ、そういうところはムロも上村も天に恵まれていたという感じかもしれないですねまた表現間違いそうなんでこの辺にしときましょうこの話は。 でムロ、まあ、自身う行く方向性っていうの今後というところはどうなってるのかあだと思うんですけどまあこれ深読みしてもしょうがないんでね、えー、本人が踊りたいって言ったら踊れ,ればいいしなんか勉強したいって言ったら勉強すればいいんだと僕は思ってます。で活動というので目に見えるようなふうにやってくれるかやってくれないかはちょっと疑問はまだあるけどサービス精神あふれる方ですから。 まあそこからの僕逆算みたいな計算はし,してらっしゃるんじゃないかなとは思ってますよ。特に先ほど申し上げました海外、まあ、アンジュルムは海外公演をねあのジュースジュースほどの規模ではなかったですけれどもヨーロッパフランスパリそして、えー、とアジアはね、えー、と韓国香港台湾とねやっておりそしてメキシコというところを、ね、こなされてらっしゃいますから。 彼女たちの面白いですね、彼女たちの人気っていうのは、僕、モーニング娘。以前の動画で、やっぱり海外人気、なんだかんだ言ってもモーニング娘。知名度あるよと、まあ、国内も一緒ですけど、言ってたんですけど、その中でアンジュルムを選ぶやつらのセンス、これはね、なんか本当に東京にいて、巨人じゃなくて、ヤクルトを応援してるみたいなセンスなんですけど、伝わんなかったらごめんね。<laughs> そこを選んだやつらはね、このハート決まってんすよ。なもう、あの、暑さが、もう、あちゃちゃですよ、それこそ。多分これ違うな。<laughs> あちゃちゃなんで、暑いんすよ。ね。で、な,なんでそういうところ、顕著に、あ、顕著に出るところ何かというと、モーニングの場合って、 これ分母が大きいせいだと思うんですけど1人こう押したら意外とそこにスポットを当てて押しがちなんですね。全員を襲うっていう姿勢いないわけじゃねえけど率低めで,すでもアンジュの場合は押しがいてもやっぱりアンジュルム愛みたいなその山ちゃん的な何ていうの <laughs> ちょっとこれも違うな。<laughs> でも何が言いたいたかというとう アンジュルム愛っていうところで推しがいてもアンジュルムのほかの推しのやつらと食い合わない潰し合わないっていうようななんかそういう組織化がされやすい僕はグループだと思いますね。まあ、彼女たちのそのなん,んですかバラエティーバラエティー的な仲の良さとか面白さというところがそうさせているのかもしれませんけどなんか感じるところで言うとモーニング娘。というのはやっぱり読売巨人軍であるわけだから。 そのしきたりとかっていうところを少なからず頭,頭というか体の中に流していて動いている気がするんですでアンジュルムはどこか自分たちの面白いことっていうのが結果アンジュルムであればいいのかなというようなチーム構成だったと思うんですねここで室田に話を戻しましょうその中で僕は今の空気を保つ中で室田の役割というのはとても大きかったと思います理由をもう後半なのに3つで説明します 一つはムロ、えー、自身がやっぱりハロプロの研修生からの、まあ、純粋バイオな何てうんですか DNA を持っていてよくルールが分かっているだから新しく入ってくる後輩であったり今いるスマイレージからの先輩連中っていうのがどういうふうな文脈で今のアンジュルムにたどり着いているかっていうところを見失わないということです、まあ、これが一つで二つ目はやっぱり彼女はエンターテインメントですよね先ほど申し上げたところのまとめになるかもしれません えー、アンジュルムというグループが外に向けるときにどう見れているのかとであとどう見えていく未来が正確なのかというところこれに対してすごく早めに気づいてギア入れられた感じだと思います、まあ、これは僕和田彩香という存在も大きかったと思います和田彩香がその何て言うかともすればちょっと芸術家的すぎるところに行ってしまう部分というところを見ていてそして尊敬をしていると思う。 でその尊敬の中でもあ自分はそっちで食い合ってはいけないんだなでて理香子がモデルとかをやり彼女も歌もなかなか、ね、歌える子なんですよ。声がちょっとあのハスキーすぎるんですけどでもそういう隣にいてあとダンスはピカイチですからね理カ子は。で室もピカイチなんだけど絶対食い合わないようにあのキャラクター変えてます。で要はこういう周りの気配りというところができるっていうのは、まあ、大きく2つ目。 で3つ目ですよねここはムロ自身があの若かったのに今も若いのにおそらく将来を見据えた逆算というところをアンジュームのメンバーたちに流せたってことだと思いますこの1年ぐらい振り返ってみてくださいもう神子もですし利香子もですし急激に大人になってますよ まあ、が卒業以降当然アメリカの皆さんが次々卒業そういう背景というのはあった,にしあったとはし言ってもこここの1年急激っす桃ナ、うん、すらですよ桃ナスラってねちょっと下に見てないからねでも全体的な底上げ実はアンジュルム行われている1年であったのは間違いないと思います、まあ、そんな中で明日ね 卒業ということになりますけれども。まあ、僕は室に届けたいまあ、みんなと一緒に共有したい言葉というところで、これ最後を締めたいと思います。室田美月ハのプロの中で彼女ほど隣人、そしてアンジュルムを見てこれた俯瞰できた子はいないと思います。で、そんな子が卒業していく。未来のアンジュルムへ。どういう思いをどういうような？えっ、ー、と背中を見せながら。 これから活動していくのかとても楽しみですねえー、明るい卒業であることでまあ僕は間違いないと思ってますんで、まあ、これからのアンジュルムを楽しみにすると同時にムロも元気に楽しんでいてほしいと思っておりますこれなっちゃったなこれなる前に終わりたかったんだけど <laughs> じゃあそんな形で今日はまたひなフェス鑑賞会に行っていきたいと思っておりますまたねー